日々思うことを語る今日の一言今月11日の御妖怪特別公演 in 大阪の公演に向けての稽古を今しています、えー、私はひ人りわんきという、えー、古典の踊りを踊るんですけれども、えー、このひ人りわんき 非常に古くできているのでその近代的な心理描写っていうのは全くそこに含まれない狂乱者なので狂ってる人のはずなのに狂ってるわに淡々と踊っていく振りがついているさあこの振りを踊るについて 現代のお客様にこの人が狂っている、この狂いの切なさ、それから、うーん、まあ、狂気っていうものを感じていただくためには、この淡々とした振りをどうアレンジしていこうかな。そんなことを考えながら稽古をしています。では、また。